皆さんこんにちは、ぬいです。今日も動画を見ていただきありがとうございます。今回から初めての試みとしてリスナーさんのノーションの中身をね紹介していこうかなと思います。ノーションの機能とか活用法とかいろいろお伝えしてきたんですけれども、ノーションマニアのね他の方の中身どんな感じなのかっていうものをちょっと迫ってみたいなと思いまして、この連載を始めていこうかなと思います。初めてのゲストはエンジニアのつぶらやさんに来ていただきました。じゃあちょっと簡単に自己紹介していただいてもよろしいですか。はい、つぶらやと申します。画面の見た目を作るエンジニアをしております。一昨年に起業して自分の会社でエンジニア兼経営者をやってます。で今回は個人利用と会社の利用で両方ともノーションを使っているので、それについてお話しさせていただければと思っております。実は私がもう紹介しているファストノーションというノーションをより効率化してくれるようなアプリがあるんですけど、あの開発者なんですよね。そうですね、会社の仕事とは全然別で個人開発で趣味の時間でこう開発して作ったアプリですね。ノーションっていつ頃使い始めましたか。僕は2年くらい前な気がしますね。なるほど、じゃあ結構ノーションが出てすぐくらいですか。割と、はい、初めの方かもしれないですね。なるほど、ありがとうございます。ちなみに始めたきっかけって何でしたか。エバーノートっていうアプリを大学時代からずっと使ってて。めっちゃ使ってました、はい、私も、はい、使ってました5年くらい使ってて、ずっと使い続けてて特に不満とかはなかったんですけど、はいはい、同僚からノーションっていうエバーノートに似たアプリがあるぞって教えてもらって、はい、でいざ使ってみたらこれはすごい使いやすいっていうことでエバーノートからノーションに一気に引っ越しをして、はいはい、同じような運用で別のアプリケーションに乗り換えたっていう感じでしたね。じゃあエンジニアさんのねノーションの中身すごいディープなものとなりそうなので、早速見ていきたいと思います。個人利用で使われてるということなんですけど、一覧画面があるんですよね。そうですね、毎月月ごとに自分のホーム画面みたいなのを作っていて、はいはい、そこを毎日開くようにしています。あ、わ、めちゃくちゃありますね。そうですね、項目がざっくりどういった管理をされてますか。はい、はい、上のセクションの部分は毎月変わらないところなので、毎月コピーして同じようなものを繰り返すっていう感じになっていて、日々のメインの運用はこの2番目のブロックの中をやっています。はいはい、ここのインボックスっていうところに自分の頭の中を全てアウトプットするように心がけていて、なるべく頭にはこうデータを残さないような人生を意識してますと。でここのインボックスには例えばこう読みたい本だったりとか、実装のアイディアだったりだとか、やらなきゃいけないことだったりとかっていうのを、先ほどご紹介していただいたファストノーション経由で iPhone からこう入れるようにしています。でここからトゥードゥを管理されてるんですよね。そうですね、インボックスに入っているものの中から、うん、例えばすごい雑なメモですけど、このメモを今日やらなきゃいけないなって思ったら、今日のところにこうドラッグアンドドロップで入れて、はいはい、同じデータベースになっているので、そのまんまこうシームレスに移せるっていうところが、うん、ノーションのすごいいいところだなって自分的には思ってますね。はいはい、じゃあこのカレンダーは全部その日にやったものが表示されてるっていうことですか。そうですね、まさにそうですね。ここで、はい、ステータスをこう to do in progress down みたいに管理していて、はいはい、完了したものは down っていう印をつけるようにしています。そうするとこの一覧のところでもちっちゃいんですけど、ここで down って出るようにしています。なるほど、じゃあ今日やるタスクとそれのステータスっていうのも同時にここで管理ができるっていうことですね。そうですね、まさに、はい、なんか読書記録とかあとは通常のメモとかっていうのも全部こっちインボックスで送ってるってことだったんですけど、はい、それがまたどういった管理をしているんですか。はい、そうですね、ここのインボックスは結構雑多にバコバコ入ってきてしまうので、はいはい、類分けするっていうことをたまにやっています。週に1回ぐらいやっていて、例えば読書のメモだったらグデービーっていうのがありまして、はい、読みたい本とかはこっちのデータベースに引っ越しするみたいな形をとってます。ここに購入検討中のところに読みたい本、そういうところもやってるんですね。そうですね、なるほどなるほど。漫画とか予想通りに不合理とかで、実際に買ったらこっちに移した、はいはいはい、読み終わったものは月ごとに何月に読み終わったのかっていうので、こう移して感想を書くみたいな感じの運用をしてますね。なるほどなるほど
ステータスを購入したいものとか、うん、あと購入中何月に読んだものっていうのを全部ここで見れるってことですね。はい、まさに読書メモはここのデータベースで管理していて、はい、ここにコメントっていうのを載せるようにしていて、はい、でここに本のサマリーを載せているっていうのと、はい、あと良かったなって思った本は結構こうディープにメモを取るっていうのをやっていて、読んでて疑問だったところとその本に書いてある回答みたいな感じのまとめ方を僕はしていますね。そっか、ここのサムリーで書いたものが最初のこれに表示されると思うんですか。はそうですね、そうですね。え、これ知らなかったな知らなかったです。新たな、確かにどっかで設定できたような、ね、この辺で設定できたような気がします。はいはいはい、ここか。あ、そっか確かに読書めちゃくちゃする人だったら、うんうん、この本どういう本だったっけって多分途中で分かんなくなったりすると思うので、サマリーでここで見れたらいいですよね。そうですね、結構重宝している気分ですね。いいなって思ったツイートとかもメモされてるんですよね。あ、そうですね、はい、ツイッターでいいなと思ったツイートもインボックスに入れたりだとか、はい、あと良かった言葉とか良かった記事をまとめてるデータベースがあって、このウェブストックボードっていう名前なんですけども、はいはいはい、例えばこのケンスさんのツイートとか、はいはいはい、ツイートでバッとコピーしてここに入れるっていうのをやってます。 Google Chrome の拡張機能で Notion に連携できるやつがあるので、はい、それを使ってワンクリックするとここに自動的に入るような設定になってます。なんかこういうストック始めると思ったきっかけみたいなのってあるんですか。あ、どうなんだろう。もともと結構大学時代から自分集めるのがすごい好きで、こういうデータもそうなんですけど、はい、本とか自分の人生のログとか集めるの好きだなって気づいて、はい、でこう後で見返すとその時の自分何考えてたのかが分かるとかっていうのを本で読んでこれ自分もやろうって結構昔に思って、それ以降ずっと続けてるっていう感じですね。すごい、これ本当に始めた時からやってる感じですか。これエバーノート時代のやつが引っ越しできてないのもあって、ちょっと途中からデータがロストしちゃってるんですけど、はいはいはい、結構最近のはずっと残ってるって感じですね。やばー、なるほど。なんかこういうウェブストックしてて、はい、これ本当に良かったなと思うきっかけとかってありますか。なんかこう悩んだりした時とか、こういうところを見るとだいたい自分同じことで悩んでんなみたいなの分かって、はい、気づきにもなって、そうですね、はい、その時はこうやって解決したんだみたいな、大体悩んでて調べたこととかがここに載ってたりするので、はい、過去のやつ見返すと、はい、過去の自分が答えを教えてくれるというか、そんな感じのことあったりします、ね、すごい、なんか細かな設定とかされてるからめちゃくちゃなんかエンジニアっぽいなって。そうかもしれないですね。すごいな、豆な話たちが作りたいアプリの新しい機能だったりとかもここのインボックスに入ってくるんですけど、はい、そういうのはここからこっちに移動するっていうことはあんまりしてなくて、はい、ファストノーションだったらファストノーションでこう作りたい機能を看板ボード形式で管理しています。で今まさに実装しているのがこの遅延実行モードっていうやつなんですけれども、はい、これが今のステータスでインプログレスの状態になっていますと、はい、で次の 2.7.0 のバージョンでリリースしようって自分の中で決めていて、そういう感じでタスク管理をしてますと。次に作りたい機能はここの ToDo のところにあって、はい、次作り始めたらこっちのインプログレスに移して 2.7.1 で出すぞって決めたら、ここで 2.7.1 っていうタグをこれで iOS のアプリのバージョンと連動させてリリースするっていうことをしてますね。あとアイディアとかもここに入れるんですけど、はい、やっぱ作んなくていいやって決めたやつは一番右のペンディングのところにこう作っていいやつ、ゴミ箱みたいな感じになってる、はいはいはい、ゴミ箱でも過去にどんなことを思いついたのかっていうのもこちらで見れるってことですね。そうですね、一応ログとしては残していて、なくなく実装されなかった機能たちのお墓みたいな感じになってますね、うん、こういうところから新たな気づきとかもなんかありそうですね、ペンディングって。あ、そうですね、まさに時間ができたらやろうとか思って泣く泣くペンディングにしたやつとかもあるので、うん、こっちからこうこっちに戻ってくる時とかもたまにあったりしますね。ホーム画面の下の方に、はいはい、ここの下に日々の
習慣をトラッキングするデータベースのゾーンを設けていて、ちょっとお恥ずかしい内容もあるんですけど、毎朝起きた時間と寝た時間と睡眠時間を管理していたり、ちょっと全然できてないんですけれども、毎日瞑想しようと心がけて、瞑想ができたら1回2回みたいな感じでカウントアップさせていくみたいなことだったり、一人で内省の時間をちゃんと取ろうと思っていて、内省できたらチェックを入れるとか、そういう管理をしてますね。ここがちゃんと埋まったら自分の理想通りの人生になるんですけれども、なかなか最近はうまくいってないっていうのがこのデータベースでわかるかなって感じですね。なるほど。これなんか1とか2とかにされてる理由とかっていうのあるんですか？はい、これはもうシンプルに見栄えが気持ちいいやつを選んだっていう感じで、チェックボックスだとそもそも回数が多分カウントできないんですよね、きっと。はいはいはい、で2回やったらなんかこう2個つくので、なんかよりやった感出て嬉しいかなみたいな、個人的な。あとハイライトっていう項目があって、その日にこう絶対にやりたいぞみたいに思ったタスク、例えば確定申告お金の振り込み続きをやるとかいうやつは、ここにハイライトっていうタグをつけて、その日に絶対やるぞとその日の朝に心に決める。ちゃんとできたらこっちのハイライトのところにチェックを入れるっていうことをしてますね。ここにチェックがいっぱいつくと、よかった1ヶ月でしたっていう振り返りができます。ご結婚されて奥様がいらっしゃるんですね。そうですね、はい、で実はその奥様とあのノーションを通して共有をしてるっていうのに聞いてすごく面白いなと思ったので、あの紹介させてもらおうかなと思います。はい、どういった共有されてるんですか？はい、ハウスっていうワークスペースがありまして、はい、ここのワークスペースごと自分と奥さんの方で共有しているっていう状態になってます。はい、例えば下北に住んでるんですけど、下北のこう美味しかったご飯屋さんをデータベース化してここに残しておいて、はい、何食べるか迷った時はここ見るとかしてたり、あと家族でこう契約しているサブスクサービスをこう見える化して、月にいくらかかってるんだっけっていうのをこう見える化したりしてますね。確かになんか意外と共有するって難しいですもんね。そうですね、ざっくりしてるからリスト化すれば共有ができますもんね。うん、そうですね、はい、結構2人でこう YouTube のファミリープランとかあるか、2人で共有してるアカウントなので一緒に払ってるやつとかあったりしますね。欲しいものリストを家族で管理するようにしてて、欲しいと思ってるものはこのデータベースに入れて、ちょっとお高いものがここに入ってくることが多いので、一旦買うかどうか待って、本当に欲しいなって思ったら実際に購入して、その年に買ったものがここのデータベースに管理されるようになってます。ダイソンのドライヤーを今年は買いました。こんな感じに管理してますね。ここのペンディングです。あ、そうですね、先ほどと同じでやっぱり買わないぞってなったやつはちょっと待てとなったやつはペンディングのところに置いて。奥様はなんか普段そういう IT 系の企業とかに勤められてるんですか？奥さんは全然 IT 疎くて、僕がこう教えて無理やり使わせてるっていう感じですね。こう IT に疎い人でも操作直感的な感じしますよね。なんかこうドラッグ&ドロップでこう動かせるとか、結構 UI も使いやすく設計されてて、ですよね。え、奥様もこれ動かしたりとかされるんですか？奥さんも動かしたりできると思います。なんでこれパートナーとかで一緒に共有するってすごくね、あの有効的な使い方だと思いますので、ぜひ参考にしてみてください。ウェブのものづくりの会社をやってるんですけれども、チームでものづくりのタスクをノーションのデータベース機能を使って管理するっていうことをやっています。複数人で開発することが多いので、メンバー同士でコミュニケーションを取ることが結構多くて、ノーションに地味にコメント機能あるじゃないですか、ここに。コメント機能で仕様の相談だとかっていうのをここでアットマーク付きでメンション飛ばして、その人に不明点あったら投げたりだとか、仕様これで合ってるみたいな確認とかをここのノーション上でコミュニケーションを取ったりして進めてます。こうすることで
どういったやり取りしたのかっていうのがノーション内で全部確認できるってことですもんね。そうですね、はい、ノーションのここのデータの一個一個でログとして蓄積されていくので、はい、なるべくこうストックさせていく系の情報はノーションに集約させていこうっていう方針で、はい、今みたいな運用をしてますね。どこでやり取りしたっけっていうのが迷いがなくなるので、すごくシンプルな運用になっていいなって思いました。さっきの僕のダッシュボードじゃないんですけど、はい、アイディアとか、はいはい、なんか作るかどうか分かんないよみたいな機能は、はい、別のデータベースで管理してます、はい、それをプロダクトバックログって呼んでるんですけど、ここはこう誰でも新しいアイディア思いついたらニューアイディアっていうタグをつけて記表していいっていう運用にしていて、はいはい、UI のパーツあったら便利じゃないみたいなやつとかはここに自由に乗っけていいことにしていて、週に1回ここの棚卸しミーティングをするようにしていて、新しく出てきたアイディアをこうみんなで眺めて、いるいらないの判断だったりとか、あといつやるかの並び替えをしたりだとかして、本当にやるぞって決まったものが反映されていくみたいな運用をしてますね。ミーティングでもノーションを元に結構進められてるってことですね。あ、そうですね、まさにこれをでっかい画面に映してみんなで並べ替えをしながら、みんなでそのノーションの画面を見ながらミーティングを進めるっていうことをしてますね。はい、というわけで今回はエンジニアの津村さんにお越しいただいて、ノーションの中身をいろいろと聞かせていただきました。個人利用ではなくチーム利用もされているっていうことで、私では思いつかなかったアイディアとかも今日お伺いできたので、すごい有意義な取材となりました。もしこちら好評でしたら、どんどんねこういった取材の企画も始めていこうかなと思いますので、少しでもねいいなと思ってくださった方は、ぜひチャンネル登録そして高評価を押していただければ幸いです。そしてつむらやさんがノートも運営されてるんですよね。ノーションに関するノート。あ、そうですね、はい、最近ノートを始めて、はいはい、ノーションに関する発信をしてます。ぜひ、概要欄にリンクを飛ばしておりますので、遊びに行ってみてください。ぜひよろしくお願いします、はい、というわけで今回は以上となります。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。以上、ぬいでした。素敵なノーションライフを。バイバイ。